シンクロナイズドスケーティング。シンクロナイズドスケーティング。シンクロナイズドスケーティングは、フィギュアスケートの一種で表情におけるシンクロ競技にあたる。男子シングル、女子シングル、ペア、アイスダンスに続く、新たな競技として生まれた。発展途上のスポーツであり、2000年3月に、アメリカミネアポリスで、第1回世界選手権が開かれた。 2007年1月のユニバーシアード大会でオリンピックの参考競技として行われた。2018年ピョンチャンオリンピック種目入りを目指す新しい競技種目である。1950年代アメリカにおいてホッケーの試合の合間に行われたマーチングバンドのような団体演技が始まりであった。ボストン周辺を中心にチームが増えていった。1954年ミシガン州。 アナーバーのリチャード・ポーターがホッケーの試合でのエキシビションとして結成したチームが世界で最初のプレシジョンのチームだとされている。1976年世界で最初のプレシジョンの試合がミシガン州アナーバーで行われ、1984年には38チームが参加して第1回全米選手権大会が行われた。1988年 国際スケート連盟に正式種目として認められ、国際スケート連盟の技術委員会と共に、コーチ委員会がシンクロ競技の発展に大きく貢献した。現在の競合チームのいくつかは、この時期に結成されたチームである。当時コーチ委員会に所属していたのは、それらの競合チームのコーチ等であった。シンクロ界を当時から支えているのは、スウェーデン、フィンランド、アメリカ、 カナダの4カ国であると言える。ジャッジやコーチ向けの手引き書きが国際スケート連盟から頻繁に発行されたのもこの時期であった。そして各国で国際スケート連盟協賛の国際試合が数多く開かれるようになった。1996年からは世界選手権開催を視野に入れたワールドチャレンジカップという世界大会が開催されるようになった。2000年に 世界選手権が開催されるまで1999年まで4回行われ、現在は同じ名称を冠したジュニアの世界選手権が行われている。1999年、プレシジョンからシンクロナイズドスケーティングへと名称が変更され、2000年からは世界シンクロナイズドスケーティング選手権が開催されることとなった。第1回大会はアメリカミネアポリスで開催されている。 選手の人数は20名に減り、より滑ることを重視されるようになった。2000年から2004年まで、プレシジョンらしさを保ち、くるくると変わる体型の美しさを競っていた黄金期といえる。フリースケーティングの規定が、さほど厳しくなく自由に演技を作るとができた時代である。2005年から新祭点システムを導入した。点システムへの変更以前から、 難易度の基準らしきものは存在しており、国際スケート連盟工事委員会による文書も発行されていたが、震災点システムへの変更によりレベル選択による点数への反映がはっきりすることになり、多くのチームが同じようなプログラムを作る傾向にある。また、フリースケーティングへの制約も強いため、SP と FS の違いがよくわからないような事態に陥っていたようにも見える。 現在の東京女子体育大学クラブの母体である東京女子体育大学フィギュアスケート部は今から約40年前の1967年に発足した。1985年にアメリカのスケーティングという雑誌に掲載されていたプレシジョン競技の記事に大森監督が感銘を受けアメリカよりルールブックを取り寄せ翻訳しシンクロスケートのチームを結成した。発足の 翌々年の1987年には、第3回レイクプラシッド国際プレシジョン、スケーティング競技大会、アメリカに出場し、特別賞を受賞している。1987年以降、2000年に世界選手権が開催されるまで、ワールドチャレンジカップも含め多くの国際試合に出場している。2008年の全日本選手権では、チーム名、東京シンクロとして出場した。 かつて、東京女子体育大学チームのコーチをしていた、塩勝子コーチが、神宮のチームのコーチをしている。2005年4月から大人向けのクラスを開校しており、発表会などに出演している。2006年全日本、シンクロナイズドスケーティング選手権大会では、東京女子体育大学クラブを制して、優勝の座を奪い取り、世界選手権に出場した。しかし、 翌2007年には再び脱会されてしまう。2008年に開催された全日本選手権大会に初出場。コーチは東京女子体育大学クラブで選手として活躍した岩崎美佐。京都大学や関西地域の選手たちと共にチームを結成し、2007年8月に開催された TBS 主催アイスガールズに出演。 以来関西でのシンクロ熱を盛り上げる立役者である。2008年初夏にスウェーデンで活躍していた金メダリストの星野由衣子が現役引退を機に日本に帰国し、バセダ大学の教授らと共に設立された。シニアチーム、チームグレースが川越を中心に練習を始めている。国際スケート連盟の定める規定によると、世界大会はシニアとジュニア、 二つのカテゴリーにおいて行われる。試合直前の7月の時点での年齢が14歳以上の選手からなるシニアチームによ世界選手権と12歳以上19歳未満の選手からなるジュニアチームによるワールドチャレンジカップの二つの試合が毎年行われる。世界大会ではチームは16名の正選手、4名の補欠選手の合計20名で構成されねばならないとされている。 チーム内の男女比に関する制約は特にない。国際ルールとしては定められていないが、慣例としてキャプテンはどのチームにも存在する。しかし、サッカーや野球のようにポジションという概念や役割は存在しない。また、選手以外のチーム構成員として必ずしも必要ではないが慣例として、大体のチームにコーチ、アシスタントコーチ、マネージャー、 トレーナーといったスタッフがついている。国際スケート連盟の定める規定によると、国際スケート連盟主催の国際試合に参加する資格を持つ次の2つのカテゴリー、シニア、ジュニアのチームは、ショートプログラムとフリースケーティングという2つの演技を行わねばならず、それらの得点の合計点によって順位が定められる。チームが選んだ音楽に合わせて2分50秒以内で、 細かく定められた8つの要素を行う、合唱祭でいう、課題曲のようなものであり、近年の傾向として、スピンやステップシークエンスなどのシングル的な要素と、腕をつないで行う、いわゆるシンクロ的な要素が半々含まれる構成を要求されている。チームが選んだ音楽に合わせて、4分30秒、プラスマイナス10秒で定められた12個の要素をバランスよく、 つなぎ合わせた自由曲のようなものであり、リフトやジャンプなどより幅広い演技展開を許さる。演技時間はシニア男子シングル並みである。シンクロスケートは体型や技によって次の要素に分けられる。大きく分けてシンクロ初期から存在するシンクロ5大要素と近年新しくできたシングル的要素の2種類がある。シンクロ5大要素とは 全員で円の形を作る。サークル、3列以上の箱型の形を作る。ブロック、2列以下の列を作る。ライン、ライン、逆ケる。中心点を軸に回転する動作をする。ホイール、一部の選手が残りの選手の間を通り抜ける。インターセクションの5つであり、選手が繋いで滑ることを基本的には要求される。シングル的要素は、全員で同じポジションのスピンを、 回転を合わせて行うことを要求される。スピン、全員で、リンクの端から端まで、同じステップを行う、ノーホードステップシークエンス、スパイラルや、イナバウアー、スプレッドイーグルといった、フリースケーティング動作を行う、ムーブインザフィールド、チームの半数以下の小舞台に分かれて、ジャンプや、リフトなどを行う、ムーブメントインアイソレーションの4つがある。 要素を行ったと認められるには、それぞれの要素にポイントがあり、それをクリアせねばならない。ウィールであれば、回転数や回転方向変化の有無、ブロックであれば、体型を保っての表面利用距離が問題となる。要素をつなぎ合わせることで、シンクロの演技は完成するが、要素と要素の間の体型変化や工夫されたつなぎを、トランジションと呼ぶ。所要時間やスムーズさ、 見た目等がポイントであり、最も作り手の演技構成力や、選手の演技の理想を理解する力が問われる部分である。例えば、一列のラインから一個円のサークルに体型変化する際に、何パターンもの方法が考えられるが、第1終了時にリンクにいる位置、スピード、円の回転方向、人の配置を最適にする方法を選び出す作業が必要になる。 戦闘と尻尾では役割が異なる上に、シンクロ歴の違いが同じ構成でも異なる現象を引き起こす。そういった意味では、シンクロ競技はシングルやペアよりもトランジションに多くの注意を払う種目である。腕のつなぎ方には、基本的に、ショルダー、エルボ、ハンド、リスト、ノーホールドの4種類が存在する。そのホールドを行ったと認められるためには、 全員がショルダーなら肩で、エルボなら肘で必ず繋いでいなければならない。数人が中途半端になるだけでそのホールドを実行したとは認められなくなる。この違いは体型の大きさに影響するため、ある体型を維持している間に全員のホールドが一定に保たれていることや、ホールドの変化によって体型の大きさが変化することを要求される。繋ぐ位置は、 上記の4種類だが、肘で繋いでおいて、肘で腕を曲げるなどのバリエーションが数多くある。また、腰で繋いだり、エッジを掴んだり、といったつなぎ方もあり、まだまだ開拓の余地がある。チームによって、右腕が前であったり、左腕が前であったり、小指を絡ませたりなどの細かい違いがある。シニアのショートプログラムにおいては3種類。 シニアのフリースケーティングにおいては4種類のホールドを明らかに行うことを要求される。音楽、要素の順番、トランジションの仕方が決まると次に定めなければならないのは人の配置である。選手の得て増えてシンクロ歴、身長、体重を考慮し最初から最後まで問題なく配置することが必要である。次には配置を最適化するために トランジションの仕方を変更することもあり、演技構成や配置を考える際に、何を重視して最適だと思われるものを作り上げるかは大きな課題である。システムの大枠はシングルやペア等と同じで、ショートプログラムの得点とフリースケーティングの得点との総合点で最終順位が決まる。各演技の得点は、ベースバリュー、BV とグレードオブエクスキュージョン、声による、 トータルエレメントスコアとトータルプログラムコンポーネント、スコアと減点分を合わせたもの。オリンピックでの不正疑惑以来、採点システムが変容してきているが、今回紹介するのは変更後の新しい採点システムについてである。採点に関わる役員として、レフェリー、アシスタントレフェリーアイス、最多で12名のジャージ、テクニカルコントローラ、ー、TC とテクニカルスペシャリスト、TS。 アシスタントテクニカルスペシャリスト、ATS、データオペレータ、リプレイオペレータ、テクニカルデリゲートが必要。モニターや特殊なコンピュータソフトを用いるため、データオペレータやリプレイオペレータといったスタッフが必要だが、特典に直接関係するわけではない。特典に直接反映する役割を担う役員は、次の通り。レフェリーは、衣装、化粧に関する違反や、 ホールドの数、演技時間に関する違反をチェックし、減点を行う。テクニカルスペシャリストは、演技中に実際何が行われたかを判断し、テクニカルコントローラは、スペシャリストの判断が正しいかどうかのチェックを行う。点灯や必須事項が守られていない事項、違反事項についての減点は、スペシャリストとコントローラによって行われる。ジャッジは、 演技中に実行された要素の難易度よりも、質を見てお、それはゼロを中心としたプラスマイナス3段階のトータル7段階評価、5位で与えられる。チームより提出される、プログラムコンテントシート、予定演技要素一覧を参考に、テクニカル、スペシャリストとテクニカルコントローラーは公式練習から、各チームの演技をチェックし始まる。実際本番の演技で、 各要素の必須事項が守られ、確実に実行されていれば、ルールの解釈の違い等による、プログラム構成上の致命的なミスがない限り、プログラムコンテントシートの申請通りのベースバリューが、テクニカル、スペシャリストとテクニカルコントローラによって与えられる、ことになる。ベースバリューは、各要素に一つずつ与えられる値であり、難易度の高いものほど大きな値が定められている。 最多で12名のジャッジは、各要素に対しその出来栄えを7段階評価で採点する。この2つの採点結果を組み合わせることで、トータルエレメントスコアが算出される。また、ジャッジは、プログラムコンポーネントと呼ばれる、芸術面の採点を5つのカテゴリーに分けて行う。スケーティング技術の特性、トランジションの特性、パフォーマンス、エクセキューションの特性、振り付け、 構成の特性、表現、タイミングの特性について、それぞれ10点満点、0.25を刻みで評価する。平均が各カテゴリの点数となる。ショートプログラムは課題をこなせているかがポイントとなるので、各カテゴリの点数を足したものに0.8をかけた点数がトータルプログラムコンポーネントスコアとなり、フリースケーティングは、 各カテゴリの点数を足したものに1.6をかけた点数がトータルプログラムコンポーネントスコアとなる。あとはリフェリーとテクニカルコントローラによって減点が計算され全てを足し合わせることで SP、FS それぞれの点数が算出されることになる。競技会が終わるごとにプロトコルと呼ばれる最終結果と競技会の基礎データをまとめたものが CD r o m や冊子といった形で各チーム全参加国スケート連盟に配布されインターネット上に公表されるパスワードなどもなく一般の人々が自由に閲覧できるようになっている記載内容は場所や日時リンクの種類氷の状態ジャッジガンの構成上位3位までのチームのチームメンバーの名前とチームキャップ店名チームの写真といった競技会の一般的な事項と ジャッジス・ディテールズ・ p e r チームと呼ばれる各チームの SPFS それぞれの最終結果。ジャッジス・ディテールズ・ p e r チームとは SPFS それぞれに一つずつ与えられる採点詳細表。総合点を見ることで順位を知ることはできるが、ジャッジス・ディテールズ・ p e r チームを読むことでなぜの点数が与えられたのかを知ることができる。救済点では、 採点基準が不明瞭であるという印象が大きかったが採点ルールの知識とそれなりの経験さえあれば誰でも見定めることのでき客観的判断によって定まる実行内容に対しスケートの知識の豊富なジャッジ団によってそれらの実行内容の出来が評価されるという発想に基づく新たな採点システムはひとまずは見るものを納得させることに成功したと言えるだろう。また 救済点であれば、特定の持ち味を持っていれば、世界で勝負することができたが、現行のシステムにおいては、あらゆる技術をまんべんなく、評価対象とするため、競技者の能力を多方面に発揮させる結果となりつつ、ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。